昨日は何詰めたんですか？昨日はトマトとか。昨日はジャガイモ？トマト？昨日はトマト。昨日はビーハッピーアドバンスさん、市岡にある就労支援施設の方に来させていただいてます。でこちらではいろんな、障害をお持ちの方が企業から受けたお仕事をね、こなしていくということをやってらっしゃって、今回はその就労支援施設さんの指導員さん、指導員といっても一緒のお仕事をしてちょっとできてなかったら教えてあげたりとか、やり方をまあちょっと整理してあげるのお仕事、だから基本的には一緒に作業するような人の募集だというふうに聞いています。それでは中に行ってみましょう。ミニトマトの箱、これは、はい、スーパーとか、はい、そういった、お取引先の法人さんのお仕事をここで受けてこの工場で詰め作業をされているということです。地域のね、はい、社会みんなが行ってね、こういう風なお仕事なんで、1階のこの作業場の方で、詰め作業をしてるんです。じゃあ利用者さんと、あとそこに混ざって支援員さん、今回の募集をしていこうっていう支援員さんですね、一緒にお仕事して補助して手伝うスタッフさんの募集。結構髪の毛なんかも派手な、ね、明るい髪型の方とかもいらっしゃったりして、結構自由が多いんで、女性もいらっしゃいますし、はい、ね、触ったらいけないものはあっこで指導して、これ赤いの触った赤いのって言って。今日はどのような作業をやってるんでしょうか？今はジャガイモをやらせてもらってて、はい、朝はトマト、はい、スタンドトマトっていう組み込みのトマトをやらせてもらってます。1日で何キロぐらいのジャガイモを？何キロ何箱ぐらい？ジャガイモ自体は今日初めてやらせてもらってるんで、ちょっと数が私も把握できてないんですけど、トマトは結構本番に1000ケースとか。それ1日で終わるんですか？1日で終わります。すごい。ワンパレ75ケースに1個のケースに6個入ってるんですけど、はい、それが多い時は20パレとか。そんな数でもなんか皆さんサクサクと仕事を、そうですね、だんだん早くなってきてて、ね、最初はみんなやっぱ苦戦するんですけど、速いスピードでやってます。みんながそのスムーズに仕事できると嬉しいですか？最初全然できなかった人がめっちゃ早く負けるようになってるのとか見ると嬉しくなります。教え方とかで気をつけてる点とかありますか？わかりやすく体使う作業が多いので、なんかなっててやるんやでとか、やっぱ身体の方とかもいらっしゃるんで、その人に合わせた独自の言い方を編み出してやってます、はい、ここに勤められてどれぐらい期間は？2年半。へえ。挫折した時とかもありましたか？ほぼ挫折した。それはどういう時に？人間関係はやっぱりしんどい時もあるので、うんうん、人と関わることが多いんで、はい、助けてもらったりすることも、うん、多くて、悩む時も逆にあるんですけど、うん、助けてもらう方が多いし、誰かと喋る時に何か発散して乗り越えてる感じ。そんな同僚さんと結構話す機会もじゃあ多いんですか？そうですね、結構多くて、うん、みんな和気あいあいと、うんうん、飲みに行ったりもするんですか？そうですね、行きますね。ありがとうございました。頑張ってください。2階に上がってきました。でこういう階段から上がってきて、剪定作業をされて、ちょっと簡単な障害を一言、こういう風に一般就労企業としてハローワーク出された企業さんが受け入れ先としてこういう風に借り出されているわけです。非常に、まあ利用者さんが就労するのをお手伝いしているという有料な使用新設ですね。で、ここでは、昔パーティーできるように、ね、建てたりとか。うん、
ゃないですか。社員さんの方に、インタビューしてみましょうかね。すみません、この前は鶴野です。鶴野さん、はい、今勤務はどこから、ご自宅はどこから勤務されてる。茨城市。茨城市、はい、電車で1時間。会社の始業何時から。8時から、はい、お仕事終わるんだって何時ぐらいですか。一応定時が5時なんですけど、はい、ちょっとその後いろいろ直しとかもあったり、まあ、6時ぐらいに終わったり。なるほど、はい、そういうことも、はい、まあ、ほとんど残業はあまりなくて、ちょっとした時間があって、ね、はい、なるほど、ね、やってみようもあるときっかけはなかった。まあ、もともと興味のある仕事だったので、はい、推薦を見てこちら募集してたと。利用者さんの、まあ、指導サポートしながらやるってやってみたいなと思われます。今はこれ何されてるんですか。今を、獲得するために計量を今してて、取引先のスーパーさんに、ね、そうです、そこに、はい、納品する前に千葉からこれ来る。千葉から来て、で加工したのをまた千葉に返して、そこからまたどんどん配送する。なるほど、利用者さんに指導を教えていくときに最初こういうの苦労したなっていうふうに。いや、もう僕まだ7月に入ったからですけど、はい、あの皆さんも慣れてらっしゃる方なんで、そんなに特に、はい、むしろ私より上手いかも。そうです、全然です。なるほど、はい、そして結構教えたりサポートする部分ってどういうことが多いんですか。重いものを持って運んでいったりとか、はい、なんかそういった準備を事前にしてみたりとか、うん、そういったのがどちらかというとスタッフの仕事です。何かすごく教えるのが必要だと、そういうことになってこう、はい、本当補助が多いって、ね、スタッフ間で仲がいいとお聞きしたんですけれども、はいはい、何かご飯食べに行ったりとか。この間もちょっと、まあ、年末に少し行ってみたりとか、はい、ちょっとご飯に、はい、何食べたんですか。あの時は何でしょうね、王将でしたかね。いいですね。パパッと食べてパッと帰れる。ありがとうございます。ありがとうございます。お仕事頑張ってくださいね。この透明なお皿を乗せてもらったら、そこから 302g から 5g の間で分かれます。意外と細かいですね。皆さん1個どれぐらいの速さでやるんですか。今は割と難しいんですけど、1分ぐらい。1分でできなかったら落第。落第。じゃ入れてきます。見てるとなんか簡単そうに見える。いつも買う側やから。そうです ね、 ね、めっちゃ新鮮ですね、本当、うん、あ、難しい、これバランスが難しい。あの、ね、100g に挑戦みたいなやつです。わかります、ね、あの E テレの100g にできへんもんやもんね。はい、あ、301ダメだ。あ、意外と難しい。2から300。あ、いけた。308ビダン、意外と難しい。で、入れて、入れたらもうそのまま置いていいんですか。はい、そこに置いて。え、入るんかな。できました、うん、何分。2分2秒。本当に、うん、2分2秒でした。あ、本当ですか。スタッフで働けそうです、うん、あ、ちょっと微妙かもしれない。こんな感じのお仕事です。荻原さんとね、僕はもう知り合って10何年の中ではあるんですけども、あの、改めて、一般社団法人キズナさんが たくさんの施設を運営されていると思うんですけど、その中でもこの Be Happy Advance さんが、されている、業務について、お聞きしたいと思います。まず自己紹介からお願いいたします。長渕剛と阪神タイガースをこよなく愛する荻原と申します。よろしくお願いします。長渕剛はちなみに何が好きですか。歌は。そうですね、まあ、やっぱり昭和だったりとか、あの、トンボだったりとか、まあ、普通のね、あの、あの頃の剛が最高ですね。あの頃の剛最高ですね、はい。まず、こちらの絆さんの Be Happy Advance さんですね、はいつからオープンされたんでしょうか。2021年の、4月からですね、はいはい。まあ、およそ今1年、2年目か、なるかな、はい。主にどういった、就労支援をされてますか。仕事はもう基本的に、まあ、スーパーなんかに並ぶ野菜の加工というんですけど、まあ、トマトの、まあ、パック詰めであったりとか、あ、まあ、袋入れとか、まあ、そんな感じがメインになってきますね。小木原さんもこの施設ではそのお仕事を初めて経験されてますか。そうですね、僕も初めてですね、はい。最初立ち上げたとき、これ大変だったなって思ってありますか。動線であったりとか、やり方がさっぱりわからなかったので、自分なりにこううまいことこう作業が回っていくように、こう動線を作るのが一番苦労したかな。あとは、まあ、利用者さんがどんだけ効率よく働きやすく怪我しないように、まあ、こう施設の配置を作っていくかっていうのをね、やっぱり試行錯誤したところですかね。
利用者さんを指導するにあたって、まあ、補助していくにあたって最も気をつけていることって何ですか？そうですね、まあ、言動であったりとか、あとは、まあ、間違ったことをね教えないというか、なんていうかね、まあ、利用者さん人それぞれありますんで、まあ、その子に合った、まあ、やり方であったりとかペースであったりとか、まあ、その辺をこう、まあ、指導していくとかね、まあ、そういった感じになりますかね。そこはケースバイケースで見ながら。そうですね、まあ、人それぞれ本当、まあ、センサーは別なんで、できる子もおればできない子もいるんで、その子たちを、まあ、どういうふうにしていくかっていうのがメインになってきますかね、はい。皆さん結構仲良く。そうですね、もう和気あいあいというか、普通じゃありえないぐらいこうガチャガチャこうワイワイ喋りながらね、やる感じですかね、まあ、仲いい子ばっかりです。なんかさっき社員さんにインタビューしたら、年末は忘年会で王将にやめてえな、もっともっとええとこ言うてるじゃん有名店ね、有名中華料理店で、はいはい、餃子20人前食いました現在、じゃあ指導員さんとして働いていらっしゃる社員さんおよびアルバイトさん何人ぐらいいらっしゃる？社員5名、はい、バイト1名っていうところですかね、はい。この辺お住まいの方多いんですか？いえ、ね、社員は特に奈良だったりとか、まあ、摂津やったりとか、はい、まあ、結構遠くから来てますね。なるほど。僕も平野区ですし。男性と女性だったら比率的にはどんな感じですか？もう圧倒的に男が多いかな。ただそれはたまたま。そうですね、女性でも全然大歓迎、はい。まあもう女性はもうぜひよろしくお願いします。Be Happy Advance で働くというこんなスキルが身につくっていうことなんです。資格の取得制度もございますし、今後の福祉に対する、まあ、考え方であったりとか、こういったことをやっていきたいっていうのが徐々にこう自分が芽生えてくるというか、僕も来るまで福祉とは、ね、全然知らなかったんで来て、まあ、びっくり。障害者の子といろんな子がいるんですけど、こんなことできるんだ、あんなことできるんだって、やっぱりこう見ていくと自分もワクワクするというか、自分もなんか発展していくような気がして、はい、そんな感じですかね。本当ね、1年ぐらいやっぱりいると、利用者さんも、まあ、全然何もできなかった子が1年経つともうなんか一番バッターみたいなね、すごいスキルを身につけちゃった子ども結構いますし、うん、めちゃめちゃ嬉しいですよね。そういうの見るとね、やっぱりこうやりがいを、うん、感じますね。感じますね、はい、素晴らしいです。社員さんでおよびアルバイトさんで働く方に、教育する上でちょっとここ心がけてるってことですか？明るく元気に、かつ繊細に、利用者の、まあ、ちっちゃい、まあ変化であったりとか、そういった部分を、まあ、気をつけて見ていただき、必ず報告をもらうという、まあ、そこだけですかね。これから応募したいという方に対して、メッセージですね。今後、まだまだ、まあ、いろんな、ね、利用者さんも増えてくるであろうし、僕らもスキルアップしていこうと思ってますんで、まあ、一緒にね、まあ、障害者って部分を、まあ、盛り立てていく、まあ、守っていくということをね、できる方はぜひぜひよろしくお願いします。皆さんのご応募お待ちしてます。